松野重本は、安土桃山時代から、江戸時代初期にかけての武将。通称は平八。忌み名は別に正重。石田三成の変記を受けて賛成とも名乗った。関東は、和種で、松野和馬の名で知られる。豪を道縁と称したので、松野道縁とも言う。関ヶ原の合戦の折、主君、小早川秀明が、西軍から東軍に願いろうとしたのをいさめ。 戦場を離脱したことで最も知られる。松野平助の弟、平八の子。おじの平助は、織田信長の馬回りで、本能の寺の変後に追い払をして果てた。父の平八は、豊臣秀吉に馬回りとして使え、天正十五年に九州の役で戦死した。茂本も父を継いで秀吉に使え、天正十九年に丹波国滝軍とだ。 八代に三百国の最地を与えられた。天正二十年、豊臣生を賜った。地業一万国。文禄四年、小早川高景の養子となった、木下家貞の逸豆を、秀でが丹波亀山から筑前名島へと違法になった際、秀吉より特に小早川氏の重心として付けられ、その鉄砲頭に認じられた。また、この際に、従五した芝芝芝に除任された。 慶長5年の関ヶ原戦役では、秀明に従って、伏見城の戦いに参戦。9月15日の関ヶ原の戦いの本戦では、東軍へ寝返ろうとした秀明に不満で、これに反発して、不戦を貫き、戦線を離脱し、出奔した。しかし、このことが豊臣家を裏切らなかった忠義者としての評価を受け、戦後は田中義政に仕官した。 吉政が筑後国や長和城32万国に家造店舗されると、重本は1万2千国の地業を与えられ、同国大和軍末延城の常磐がろうとされた。吉政のもと、治水工事や堤防工事などに異を発揮し、重本が改修した川は、朱銘殿川と呼ばれた。元那六年に、田中氏が二代目で、むつぐ断絶により海域となると、同年九月に、 駿河大納言、徳川忠長に仕えた。官営10年に、この忠長も改役されて、自害に追い込まれ、再び浪人した。その後、明暦元年に没するが、死亡地については二つの説がある。一説に、同年8月14日に、病のために、京都で死去したというもので、病心寺に葬られた。もう一説は、道の区国白川で死去したいうものである。 ただ資料によれば、鶴が大納言断絶後、他の家臣は高崎でお預けとなったが、重本は浪人となって、駿府に残った。後に、大津に居宅を構えたが、商法二年になって、越後村上藩、本田野と守るにお預けとなり、百人淵を与えられた。これについては、商法元年8月、江戸城表情書の大寄り合いにおいて、竜蔵寺白案。 加藤風安及び松野茂元の処遇が協議された結果であるという。いずれも家臣を抱えたまま浪人し、江戸で士官を求めていたもので、幕府としては治安対策上を江戸から遠ざけることに決定し、竜蔵寺白安は星名正幸預かり、加藤風安は松平秋守預かり、松野茂元は本田野と守る預かりとなって、それぞれの領内に移動させられた。 本岳の道のく白川藩への転覆により、重本も移り、明暦元年に83歳で死去という、鳥取藩の忠資料によれば、重本には男子が5人あった。伊豆の松の十字は本岳に仕えて、後に400国を得、本岳が転覆された大和郡山藩の中老となって、元禄十年に病死。十字の息子であるセベも本岳に仕えたが、 共放年間に本だけが断絶したため浪人し、この家に仕えている。セベイの息子である天前が、鳥取藩重神、田だ吉之神の婿養子として迎えられたが、部屋積みのままで創生。ただ家は天前の娘の婿が継いだ。天前の実家の松野家は、セベイの代で断絶したとみられる。ありがとうございます。